久保さん、こんにちは。覆面 YouTuber、タカです。気になる男、第44話の2ですね。第44話の2つ目、なんとかできました。よかったです。2つ目は、ここですね。生活態度がいい加減で金だけ稼ぎたいっていうのは、ないよねっていうところ、ここがやっぱり非常に自分気になっていたところだったので、ここを中心に、あともう一つ、この後ですね、この後の話も、三つぐらい確か見つけたんで、そこちょっと、気になったとこがあったんで、ここを話したいなと思います。まあ自分を律することで稼ぐ準備が整うっていうところはなのかなっていう、ここはやっぱりすごく自分を意識していたところがあって、本当にその、これは重要というか、これを抜きにしてはやっぱり難しいなぁとはとても思っていて、でもう一つですね、もう一つ、この他人にはシビアで自分に甘いのが人間の姿っていうところなんですけど、分かっていたんですけど、すごく分かっていなかった部分、そのこの2つがやっぱ自分の身を振り返ってみると、この心が存在している、隠れているっていうところをやっぱり掘り下げなきゃいけないなっていうところがすごくあって、まあ在宅の場合ですね、在宅の場合、会社に出社しない気楽さ、会社に出社しない気楽さというのを選んでいる事実がありますと。で、たとえじゃあそうだとしても、会社で働いていると同等の集中力を維持、しないといけないわけで、ここは維持ちゃんとできてますかっていうところの問いかけをすごく、自分はしなきゃいけないかなと思っていて、できてるつもりでもできてないところ、まあ少し自分の緊張の緩みだったり心の緩みっていうところがやっぱり集中力っていうところが維持できてない、まあその心に隙ができているっていうところ、まあそこはそれはその家は基本くつろぐ場所だから、まあくつろぐ場所で、そのくつろぐ場所で仕事をしてしまうので甘えが出てしまうと、まあそれはその仕方ないとか、そういうところでやろうとしてる、そもそもが間違ってるっていう考え方もあって、まあだからその学生時代家で勉強できましたかって聞かれると、難しかったのがすごく覚えてるんですよね。まあ中学時代はすごく家で勉強できてたんですけど、高校時代からうまくできなかったっていうのがとてもあって、まあ高校とかはすごく学校に行って勉強してたところがあったんですけど、だからこの向いてない、仕事に向いてないその環境で仕事をしている認識をやっぱりしなきゃいけないかなと思って、まあその中でもお仕事をしていく、だからそういう環境にいるんだけどもちゃんと集中していく、本当にそこっていうのが重要になっていくのかなと思いまして、そしてその自分に、ここからはちょっと話がずれていく。行くんですけど、またこの自分に甘くなってしまう、要は家にいるんで自分に甘くなってしまうんだけど、まあ、他人にはかなりシビアになってしまうっていう自分もいるっていうのは、やっぱりその自分自身の弱さ、まあちゃんと律して律することができてない自分と、仕事モードへの環境づくりが少し整ってないっていうところがあるからこそ、やっぱり、まあ、当然その他人から厳しい評価を受けることもあるし、そう受け取られることもある。でもそれを承知で、向かってしっかりと受け止めて向かっていく心構えっていうのが本当に大事なのかなと思っていますし、その仕事環境も当然家なので基本家はくつろぐ場所ですと。なんでくつろぐ場所なんで、家族にとっては、まあ、くつろぐ場所なんで、まあ、仕事されると、まあ、ぶっちゃけ困るというか、まあ、邪魔なわけなんですけど、まあ、そこでも自分が在宅でやりたいって思うからこそ、やっぱり家族に配慮しつつ、まあ、その気持ちをしっかり持ちながら、まあ、良好な環境を保ちながら、まあ、続けていく覚悟っていうところをしっかり言語化するっていうか、こうやって言語化して意識していく。そもそも家っていうのはもうくつろぐ場所なんだと。だからくつろぐ場所だから、まあそういう空間の中で、自分がしっかりと集中していこうと。まあ家族は全員一致団結で
集中させてくれるっていう環境であればそれは一番いいんですけど、まあ、そうでない場合っていうのは自分の中でしっかりと線引きというか気持ちを改めたいっていうところをやっぱやっていかないといけないっていうところ、本当にそういう場所で自分は仕事をしてるんだっていう意識ですよね。そこっていうのはやっぱりすごく大事になってくるのかなと。そしてたとえ自分はそうであっても他人からはそういうところはね、あんまり意識されないところなので、当然他人からは厳しい評価は受けるのは当然で、まあ、そういうところっていうのをしっかり意識していかなきゃいけない環境で仕事をやっているっていうところをしっかり、なんかこう念頭に置いてやっていかなきゃいけないっていうところ、あとはそしてこれが3つ目のキーワードですね。そのお金をいただく方の奴隷になるような気持ち、まあ、奴隷であれと、まあ、そういう気持ちでやっていきましょうというところです。その働く姿勢はだから会社員と同じく何も変わらないだけども、そのお金を稼ぐ仕組みが違うだけっていうところだ。基本的にそのお客様か、お客様に今ちょっと表現があれなんですけども、奴隷になるような気もお客様にしっかりと尽くしていくというか、まあ、奴隷になるような気持ちでやっていくっていうところをしっかりその念頭に置いてやっていく。まあ、これはその会社員だと、まあ、ごく当たり前の姿勢なので、まあ、そこっていうのを本当に意識をしっかり、同じような意識を持っていく。環境が変わり、在宅だろうが会社員だろうが、その気持ちは変わらずにやっていけるとすごく、まあ、いいのかなというか、だから気持ちを緩めないっていうことが大事かなというところで、あとここですよね。前にいただいてたこの金にやらないことはやらないマインド、やっぱり家族は当然ね、まあ、お金を使うっていう存在なので、だからその環境の維持のために稼ぐっていうところも大事だし、もっと言うところがこの金にならないことはやらないマインド、まあ、金にならないことは極力排除していく。まあ、だから家にいるとやっぱりいろんな誘惑とかあるんで、そこをなるべく金にならないことは極力排除していって、そしてあと奴隷になって人、いい人の条件ですよね。お客様と家族、お客様とか、お客様は当然、まあ、家族が奴隷になる、家族の、まあ、奴隷になるって表現はあれなんですけど、まあ、友好な関係を保つというか、家族の言い分がね、家の中でやっぱり仕事をしてるんで、家族の言い分もあるんだろうし、まあ、自分の当然言い分もあるんだけど、そこっていうのをうまく、まあ、要はその家族とお客様以外は特にその意識しなくてもいいよっていうところがちょっと言いたい、いいかなと思ってて、今回は家族の奴隷になれっていうのはちょっとおかしいかもしれないですけど、その表現としてはその家族以外の人はそこまで意識しなくていいんじゃないのと、まあ、お客さんと家族だけ見とけばいいよみたいないうところをすごく言いたくって、そのお客普通のその家族はね、家族とお客様以外は正直そのお金にならないいいところになっていくんで、まあ、見込み客とかちょっと別かもしれないですけど、まあ、そういうところっていう表現、ちょっとニュアンスが難しいんですけど、そういうところ、だから他のことになるべく時間を奪われずに、まあ、自分を律することができるっていうことをしっかりやっていきましょうっていうところを伝えてもらったような気がして、本当にそこをやっぱり意識しないと、この生活っていうのは続けられないなっていうのはすごく、まあ、意識とか、理解したなっていうところではありますね。やっぱりその、ここ、最ここですね。やっぱ自分を律することで稼ぐ準備が整うということで、久保さんのお話で食事、睡眠、仕事とそのけじめをしっかりつけましょうっていう、ところもあったのも全てこの自分を律するところにつながるのかなと思いますんで、まあ、食事する時間だったり、睡眠、寝る時間だったり、まあ、あとは何でしょうね。まあ、趣味の時間とかにしましょうかね。まあ、そういう時間っていうのをしっかりまあ、切り分けて、けじめつけてしっかりやっていくっていうことがすごく大事っていうことは、やっぱり、まあ、自分は意識してたつもりですけど、意識できてなかったところ、特にすごく意識が弱くなってた部分のところを、もう一度再度、認識を改めさせていただいたなというところでございます。はい。というところで第44話2番ですね。2番のところ、後半、作れました。はい。作れました。ということで、久保さん、ありがとうございました。
た。次回もよろしくお願いします。覆面 YouTuber、タカでした。ありがとうございました。